はい、今日はですねこのチーズポップコーンをね作っていきたいと思います。今日はですね久しぶりにこのチーズポップコーン、ちょっと違うやつですけどね、通常のやつじゃないやつちょっと作っていきたいと思います。これちょっと強すぎるとね焦げちゃうので、とりあえず中火にしてっていう風にね書いてあるので中火でやっていこうかと思います。あ、でこれ火にかける前にちょっと、まあ火にかけた後なんでちょっと熱いですけど、火にかける前にねこれ外さないと、でもうこんななっちゃいましたね。火が強いかもしれないですね、これね。で、あとはもうこれひたすら振る。火加減が良ければね、これ誰でも振れます。ひたすら振る、ひたすら振る感じです。これ怠けるとね焦げるのでちょっと注意してもらいたいと思います。これね、で1個ね晴れ始めたら早いですけどね。あ、もう早いかもしれない。もうこの振りすぎるとこういうとこからね油が出てきちゃってね。はい、もうこれで完成です、ね、これでちょっと食べていきたいと思います。ちょっとねこれ手でいくと結構熱いので、定番のやつはあのバターのやつですけどね。チーズいってみます。まあまあまあ普通ですね、これね。チーズ味です。こういうタイプのやつはこれね、カセットコンロがあれば簡単にできるんでね、すぐにできると思うんですけど、ただこう振るのでこうまあまあ油っこくなってしっとりする感じのポップコーンですね。電子レンジのタイプのやつはサクサクの感じするんですけどね、はい、まあまあこれはこれで美味しいですのでね、またよかったらこういうのもね試してみてください。